こさん、たすけさんいらっしゃい。いちげとありがとう。あこ、アバックさんいらっしゃい。ピピロか、コンコン。ピピロぶつよくさんいらっしゃい。あこつ、くまのみさんいらっしゃい。あこです、ナイさんいらっしゃい。うん、あのね、冒険家のアットって方がね、いるんだって。この町に。帰ってきたっぽいな。亀に乗ってくるんじゃない違うかな。ゴーストさんいらっしゃい。あこさはん、おちゃろさんいらっしゃい。危ない危ない、メニューじゃなくてクローズ。あこつ9個目さんいらっしゃい。1時半か。あこエースさんいらっしゃい。みんなまだ大丈夫？何名か脱落したな。あこエースさんいらっしゃい。あこ11個目さんいらっしゃい。この枠でやめとこうかね。アクランパス村さんいらっしゃい。行きましょう。遅いからね。うん。お、ヒゲもじゃやった。カメ様は？よう、ガメチー君、3年ぶりじゃの。突然じゃが金貸してくれ。トンガーの財宝の目処がついたんじゃ。心配せんでもいいぞ。倍にして返してやるからな。ひょひょひょ。お前、前の借金もまだ返してないくせに。よくもそんなことが言えるな、この野郎。まあ待て、子供が見とるではないか、少年よ。悪いが、ちーっと席を外しておくれ。このおじさんは怖いからの。ひゃひゃ。なに？ピーノがキョトンとしてる。さあ、展開は46号くんが教えてくれるかも。ちなさんいらっしゃい。教えて、46号。神様のことじゃないのか。もう一回じゃあ港行ってみようか。終わったかな話。ピンピン丸さんいらっしゃい。見納めしてんの、カリビアンコム。あこです、ウータンいらっしゃい。なんか冒険連れてってくんないかな。あとどうだった？おー、来たか少年、待っておったぞ。あ、なんか本が落ちてない？さあ、わしと一緒に幻のトンガーの財宝を探しに行こう。へへへ、坊主、悪いことは言わねえ。そこのヒゲ親父は相手にすんな。ろくな目に合わねえぞ。ああ、嘆かわしい。夢をなくした男は寂しいの。なに？また喧嘩するの？少年よ、ちょっと試したいことがあるんじゃが。冒険には体力もさることながら、いろんな能力が必要じゃ。まずは、頭の良さ。そこにある難しい本、理解できるかな？もうすごい順番がある。どうかな？読める？わかる。頭良くしようと。なんと、その難しい本がわかるとは大したもんじゃ。さて、冒険には危険がつきもの。腕っぷしはどうかな？少年、そこの剣振ってみてくれ。一応木の棒で素振りはしたんだけど、なんか燃えないっす。うむ、ちと無理だというじゃの。へへへ、残念だったな、と。なるほど。あこつ、6歳いらっしゃい。木の棒じゃ多分、あれかな、上がり具合的なものがあるのかな。アイテムショップ行ってみようか。そうそう、うん。あの、ステータスを上げてっていうことですかね。攻撃力も関係あるのかな。攻撃力かもしれないね。ああ、そうですか。攻撃力か。かつ、ゼノスさんいらっしゃい。なんかね、高そうな剣はあったんだ。
開いてくだせー。はい、開いた。剣士将軍大将軍大マウンテンか。ストレス溜まってないね。ふふふ、変な子だな。あ、ちょっと変わったよ。木の棒、コルロの剣5万か。買えないですね。杖っていうのもあるんだよね。ちょっと変わってくるのかな、扉の開け方。あ、靴猫の棒、いらっしゃい。鳥屋食べたいんだけど。ゴルフクラブじゃダメだよね。クワでもダメだし。うん、剣を買いましょう。あ、ピーノや、これ大好きだわ。よかった、いらっしゃい。ゆっくりしててください。またどうぞ。開いてくだせー。どうした、変わったな。何の気の迷いか。うん、まあ剣かっこいいし、いつ攻めてくるやも知らんから、あのなんか変な軍隊が。鍛えておくわ。あ、町の人聞いてみようか。ポイーン。ココア、ココ。うん、戦争に備えておかないとな。こんちは、動物さん。お、すごいすごい。今の気に入った？ココダンベルもいい、かわいいんだけど。抑止力大事。じゃあ、お姉さん方から。この作業員、待って待って待って。じゃあこの人、一緒だな、さっきと。あとは元気じゃろうか。変わってないね。つくかな。燃えないっす。叱ってみよう。やる気を出して。あ、上がりを見てみては。うん、燃えてきたぜ。いきなりやな。燃えが足りないって。わかったぞ。自信、信頼、あ、褒めたからか。攻撃力6。燃えた。あれ？おかしいな。わかったって言ったよね、ピーノ。嘘だった？つい褒めてしまう。真面目さが下がる。思考力、腕の力。
あでも真面目さまだ90あるよ。思考力も下がる。ただ攻撃力は地味に上がってますね。萌えがいるな。誰か燃えるもの。燃えないっす。あとあれだよね、なんか宝箱開け方みたいなものなのかな。プリキュア。ずれてきた？うん、フル行為はいいんだけどね。 P のティンカーの萌えが足りない。攻撃力14、ストレス頭ってない。真面目さが下がってきてる。体力、木の棒でもうちょっと。すごい、えいやーってやってたよね。そう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 。いいよ。木の棒の方がいいのかな。腕の力が上がるだけだ。攻撃力は上がらないね。石板のね、右側は、行きました。じゃあダメだね、やっぱり。ちょっとラッパ閉まって。P の場所がいかんのだな。外でやるか。鳥もいるし。外でやろう。こっちこっち。体力ないな。空が見える場所で練習しましょう。かっさばくのかな。シュッシュ。シュッシュ。さっきの楽しくなってきたのは何だったんだろう。一瞬29、地道にあげるか。あー疲れてきた。うん、それにあたり人といる。なんかあるのかな。もっと効率的にってこと？アイテム的なもの、あーどうだろう。場所とかかな。して ドーピングするってことか。よく寝れる、よくない本、じっとしてろ。くんくん、異常なし。よくない本読ませたら攻撃力上がらないかな。ストップ。よくない本。いい。くんくん。こ
この本は子供に大変良くないだって。ヒヒヒ。優しさが下がり攻撃力が上がります。やったぜ。優しさが下がるけど78、思考力、想像力。よし、読ませよう。かわいいね。うおー、燃えてきたぜ。あ、燃えてきた？一回じゃあ剣振りに行ってみようかな。興奮してるね。攻撃力29、30まで上げよう。待って。アコン、いらっしゃい。至高のビール棒を見せている。どう？何かやっつけたいっす？いいよいいよ、そこにちょうどいい鳥がいるだろ。ピーノ、ザク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 、調理じゃ。よし、じゃあ行ってみましょう。攻撃力35。大丈夫だな。真面目さが下がってますか。バランス、思考力34、優しさが半分になった。やばい。ココの運命やいかに。これどこ。鳥年なので焼き鳥食べたいね。お、またチャレンジか。偉いぞ少年。さあ難しい本からやっておくれ。そっか、順番か。バランスがいるんですね。読めるよねピーナ。攻撃力30、思考力が下がりすぎたか。宝ってなんだろう。攻撃力35、思考力50ぐらいにしとこうかね。宝ってなんだろうね。想像力かな。それか開ける意味での腕の力。木の棒のせい。ちょっと勉強しようか。ってことはいけない本でいいのかな。理解できない。あ、間違えた。でも百科事典でいいのか。うん、頭良くしようと。 OK。 43。もっと真ん中で遊ぼうよ。ごめんごめん。ずれてきちゃうんだもん。こっちおいで、こっち。気力が落ちてきたか、寝よう。52です。あれかな、ミミック的なものかな。怖いな。まあ物は試しですね。寝ます。
35、思考力52。テレポーターかもしれない。テレポーター対策にはどうしたらいいかな。想像力かな、やっぱり。なんだろう、運だな、多分運だと思うわ。いける、99あるから。ちょっといけない本読みましょうか。足の力踏ん張るってこと。テレポーターに、優しさ大丈夫かな。行ってみよう。素早さ素早さか。さあチャレンジだ。アットの試験。難しい本、思考力50以上です。うん、わかる。よし、読めるね。そして攻撃が、30以上。何かやっつけたいっす。あー、まだもうちょっとか。50目指しましょうかね。何かやっつけたいじゃダメだって。もうちょっとビンビンに、ビンビンにしよう。そっか、木の棒みたいにってことね。闘争心が足らん。開いてくだせー。良くない本読み進めよう。そうだね、腕の力もマックスだし。45、優しさやばい。ペットがやばいぞ。蹴り始めるかも。闘争心って CM 思い出しました。気力が結構減ってる。だるくなるのかな。うおー、燃えてきたぜ。よし、いいよ。剣はかかってこい。お、いいんじゃない。よし、思考力50以上、攻撃力49。あ、ほんとだ、ストレスも溜まってるね。プリン、プリンないか。ちょっと一回行ってみます。分かったぞにしないとダメかな。50以上でクリア。かかってこい。いいよ。おーし、いいぞ少年。知力武力とも文句なしじゃ。そして最後に、あとはその宝箱が開けられれば完璧なんじゃが。少年、そこの宝箱開けられるかの。うん、ちっと無理だって言うじゃんの。宝箱を買って練習させるのか。体力157になってんだけど。これはこれで46号。46号。宝箱開けられる。開け方マスターさせた。
あれってかなり頭を使うんだよな。頭か。体力を増やそうぜ。単純に思考力でいいってことね。66。ただ、百科事典を読むと攻撃力が下がるんだったよな。ちょっとどれぐらい下がるか。頭よくしようっと。あ、腕の力が下がるだけだ。88。現物ね、開けるもの、ショップに行ってみましょうか。それかどこかにあるか。宝箱ね。亀様のとこなんか落ちてこないかな。やばい、今猫は危険。優しさが厳しいですね。姿勢寄りになってる。かなりってことは90ぐらいを目指したらいいかな。75、腕の力84。気力がない。寝るか。今日はここまでだね。今のピーノは運動も勉強もすごいけど性格が悪いやつ。うん。宝箱あったかな。うん、見てこよう、アイテム屋さん。体力維持してる。これで裏技的なものになるのかな。もう一個食べたいね。もう一回食べるからあれしてみようか。賢さ70ちょいですけど、どうなるかな。本は問題ないですね。読みます。しんよー、かかってこい。あ、はい、食べました。231。うまい。食った食った。ということで、はい、本日もありがとうございました。お疲れ様です。ちょっと寝てきます。パワーアップ。今日これでラスアークにしようかな。天の恵みがありますように。寝ないと。あ、そっか、セーブだけでも大丈夫なのか。ではラスアークまでありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。